んにちは、劇花の古谷です。今日はこちらアジュガのお話をしていきたいと思います。このアジュガなんですけども、ちょっとこのアジュガ珍しくないですか。これほら、なんかとんがりコーンみたいなのがこういっぱいあって、まあ、こっからね、花穂が上がってきて、こうニョキニョキ伸びてきて花が咲くんですけども、ちょっと珍しいね、小葉のタイプです。花付きもめちゃくちゃいいですよね。こういうのも最近はアジュガでも出てきています。で、このアジュガなんですけども、ポットから抜いて根っこをほぐしてとりあえず植えとけば、もう全然根付いてそのまま毎年元気に咲いてくれるっていうような、めちゃくちゃ簡単なお花です。もうね、植栽工事なんかにも使われるぐらいのものなので、もうほんと単純に植えてもらって楽しんでもらったらいいなというふうに思います。で、なおかつ何がこれ嬉しいかっていうと、日陰で育ってくれるんですよ。なので日陰で花が咲くものってなかなかないじゃないですか。なのでね、日陰のお庭の方なんかはこのアジュガ、ヒューケラとともに楽しんでいただければなっていうふうに思います。では今日もね、行ってみましょう。まあ、株選び、それから、まあ、肥料ですね、まあ、植え付け方、うん、それぐらいですかね。もう今日はもう短めに行こうと思います。あとはまあ病害虫、最後のお話しして終わりにしたいと思いますので、まあ、短い動画なんでね、最後までゆっくり見ていただければなっていうふうに思います。まず株選びなんですけども、このアジュガはですね、株の綺麗さっていうのがあると思うんです。で、これね、結構高くてね、一苗300円するいいやつなんですよ。で、アジュガ安いものはもう本当に150円ぐらいから手に入るんですね。で、手に入るので安いものでもいいかなっていうふうには思うと思うんですけど、気に入った葉っぱの色のものを選んでいただけるといいと思います。まあ当たり前ですけどね、気に入らないものは選ばないですからね。で、気に入ったまあ葉っぱの色とか、あとまあ斑が入っている葉っぱで綺麗なものとかやっぱあるので、まあ強い品種、比較的その葉っぱの大きいものの方が強い品種で、葉っぱの小葉のものっていうのはまあ花もこれかなり多いので、肥料なんかも結構食うと思うんでね、まあ一生懸命育てていただければというふうに思います。なので、まあ、この鉢に対して株がどれぐらい大きいかで選んでいただければいいと思います。株が大きいものに関して言うと、根がしっかり張ってると思いますので、早速ですが根っこチェックいってみたいと思います。もうね、なんか持ってる感じでね、これね、根っこがすごいんですよ。硬いし、この辺が、根っこチェックからの植え付け方っていう感じで、おほほほ、これはすごいですよ。ほらね、これすごくないですかね。これぐらい根っこが張ってると、もう間違いなく手でほぐすのはなかなか大変なので、十文字切りね、これやっていただくといいと思うんですけども、アジュガはね、株分けなんかもバンバンできるんですよ。株分けができるので、まあもうね、引きちぎるだけで OK ですから、あとハサミでジョキ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 って株分けしてももらっても OK です。ただね、地植えにするものなんで、もうそのまま植えてもらって植栽みたいにやっていただくのが一番いいと思います。では十文切りいってみたいと思います。まあ、簡単です。十文字に鉢底をザクザクザクと思い切って切っていただくっていう、もうね、たったそれだけ、これだけです。で、切ったらば、まあね、根っこをね、ほぐしていきます。ここをね、剥がすイメージ。根がもう巻いちゃってるんで、これだと根をね、外側に張ってくれないんですよ。なのでもうちぎってしまって、こんな感じですかね。で、まあ、ハンギングにする方なんかもそんないないと思うんで、まあ、外側も少し根っこ切りながら、もうね、根はね、とにかく丈夫なので、もう引っぺがしてバリバリと行くような感じでいいと思います。で、これぐらいほぐしていただいて、これだけ根が詰まってたら、で、まあ、土ね、下の方だけ少し落としていただいて、これで植え付けてもらったらいいですね。植えてもらったり、で、植え付け場所ですけども、先ほども言いました通り日陰もしくは半日陰なので、お庭の東向きの場所もしくは北向きの場所っていうのが、いいです。逆に日当たりのいい場所に植えてしまうと、夏
高温多湿で濡れてダメになってしまったりとか、あとは、この麩がね焼けちゃったりとかしますので、どちらかというと日陰植物なんで日陰に植えるようにしてください。で、植え付ける時なんですけども、まあ、できればねこれアジュが生育旺盛なので肥料結構食います。肥料食うので植え付ける時にはこちらプロが使う基本肥料、これを元肥として、まあ、バラバラと取っていただいて、ふわーって撒いて混ぜていただく土に、でそのまま植え込んでいただければ OK です。で植え込んだ後約2週間経ったらば、こう追肥でもう一回これをパラパラパラーと撒くっていう。でどれぐらいの量ですかって聞かれることが多いんですけども、1株あたりティースプーン1杯って思っとけば間違いがないです。でこれ1回撒いたら、4ヶ月持ちますので、春に植えたら4ヶ月で、まあ夏じゃないですか、夏は肥料いりません。で、秋にもう一回パラパラと撒いていただいて、冬も必要なしということで、年間2回これを入れていただくと。で、地植えにして長持ちさせてくれる、要は2年も3年も4年も5年も長く楽しむためのものなので、土がねやっぱり痩せてきちゃうといい花咲かないですし、生育も悪くなっちゃうんですね。なので堆肥っていうので、基本的な土を豊かにしていくっていう作業をしてもらいたいです。これですね、土を捨てずに済むよ。これ液体の堆肥なんですけど、堆肥って何かっていうと、これですね栄養素、肥料とは違った栄養素ですね、微量元素っていうものが含まれています。まあ、微生物なんかも中に入ってるんですけども、それがしっかりと土の中に入ることによって、通常こういった化学肥料では補えないものが補えると。そうすると土も硬くなりづらいですし、さらに、いい微生物が増えてくれますので、肥料の効きも良くなります。あとは土が豊かになっていくので、栄養をしっかりと吸い上げてくれて、例えば鉄分であったりとかアミノ酸、タンパク質ですね、そういったものが含まれているので、このアジュガ自体が非常に健やかに育ってくれるっていうのがこの堆肥の役割なんですね。で、一般的な粉の堆肥あるじゃないですか、袋に入っている堆肥、あれを、土に混ぜていただいてもいいんですけども、ただ土でね全部覆わないと匂いがねすごいんですよ。あんまり匂わない堆肥でもまあまあ匂うんで、その匂いが嫌だっていう方はこれね一切匂いしませんから、これ大丈夫、はい大丈夫です。無臭です。無臭で、無臭なので、こういうのを使っていただければ臭くなくて済みますよっていう感じですかね。なので、花を咲かせるために無理やりリン酸分の多い肥料、うちで言うならサキマックスとかそういったのを使う必要もありません。そんなに肥料をねたくさん、やって何かこううまく仕立てていくっていうものでもないので、どっちかっていうとグラウンドカバーに近いような状態でねこう茂らせていくっていうイメージが強いですね、アジュガは。うん、なので、そういった形で、まあ、プロが使う基本肥料だけで OK かなっていうふうに思います。で夏越しとか冬越しもそんなに気にする必要なくて、暑さ寒さにも強いです。ただ、高温多湿で蒸れてしまうっていうことがありますので、南向きの場所に植えるのをやめましょうみたいな感じですかね。では最後に病害虫なんですけども、ですね、これ先っちょの方がね、一回これ戻しましょうか。よし、この葉っぱがですね美味しいらしくてですね、アブラムシが寄ってきます。アブラムシが寄ってくるんですね。なのでアブラムシをまずは避けていただきたい。いろんな、虫はねそこまで来ないんですけど、葉っぱをねチューチュー吸いにアブラムシが来るんですよ。でアブラムシがついてしまったら、こちらこれですね、芋ころです。芋虫用に開発したパパイヤの酵素 100%、ごめんなさい、パパイヤの酵素を使っている天然成分 100% の、虫除けではなくて殺虫の方になります。酵素の力でアブラムシの呼吸を止めてしまって、でアブラムシを駆除するっていうものなんですけども、もうついてしまったらこれをね旋盤に薄めてシュッシュシュッシュやってください。そうすると酵素の力で窒息させてくれます。でね、これ原液そのまま例えば皮膚とかにつけるとちょっとピリピリするんですね。酵素なので、まあ、パイナップルなんかと同じですよ。ピリピリしますよね、パイナップル食べた後舌が。それと同じなので、まあ、そんな形で、やっつけてしまうっていうものなんですね。でやっぱりこれね、ピリピリするってことは目に入ったりしたらやっぱり毒じゃないですか。あまりよろしくないので、そのところはちょっと気をつけてください。で、あとですね、基
基本的に、まあ、うどんこ病にもかかりやすかったりもするので、そういうのを避けるにはこれですね。劇の一吹き。これ木作液にニームと酵素を入れたものです。ニームっていうのは植物なんですけど、虫除け効果のある植物なんですけども、それの絞り汁が入ってるっていうものなんですけど、ちょっと焦げ臭い匂いがしますが、ボトルに入れてシュ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 やっていただければと思います。で、あとね、病気とか害虫とか、まあ、初夏から夏にかけていろいろ出てくると思います。まあ、夏には肌荷がつくでしょうし、肌荷がついたらやっぱり芋頃です。で、秋もね、まあ、芋虫とかは出にくいんですけども、また虫がやってきたりとかします。どうしてもね、植物っていうのは虫を皆さん嫌がりますけども、花を咲かせて虫が飛んできて受粉をさせるために花を咲かせて生存するっていう、そもそもの本能があるわけですね。ってことは、花っていうのは綺麗なだけでとにかく虫を寄せてしまうんですよ。もうそればっかりは仕方ないので、虫に対してはそもそも虫がいるところに僕らが住まわせてもらって、僕らが花を植えて、なのでそもそも虫がいるんです。で、そもそも虫がいるところに虫が集まるものを植えてるので、虫が来るんですよ。もうしょうがないんです。しょうがないんで、でも、まあ、虫さんごめんねってことで、こういった、殺虫とか、それから、除虫ですね、そういったのをやりながら、まあ、なんとかしのいでいくっていうのがこれからのやり方かなっていうふうに思います。まあ、仕方ないんでね、その都度殺虫、除虫していってください。ということで、ここまでのお話の中で分かりづらかったとか不明な点とか、あと実際に困ったなんていうことがありましたらば、概要欄のところに、LINE のね、登録のリンクがありますので、直接僕に LINE を投げてください。手が空いた時にお答えしたいと思います。あとね、自分家のまあ、大事にしている鉢花とかが具合が悪くなっちゃったなんていうことがありましたらば、画像1枚添付していただいて相談してください。相談乗りますので安心してくださいね。あと、この動画見ていただいて面白かった、役に立ったということであれば、高評価のグッドマーク押していただけると嬉しいです。このような形で、ガーデニング、まあ、園芸ですね、園芸に関してお花の知識っていうことで僕は毎日こうやって配信をしているわけなんですけども、さらに詳しくなりたいとか、いろんな花のことを知りたいっていう方いらっしゃいましたら、ぜひチャンネル登録していただけると嬉しいです。今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。ということで、このアジュがね、ちょっともう根っこがすごくてはみ出ちゃいました。後で植えたいと思いますけども、ぜひ、日陰のお庭に植えて彩りにしちゃってくださいね。ぜひ育てちゃってください。